今回はお腹引っ込め体操にめちゃくちゃおすすめアブストレッチを紹介します。簡単に言うと片足を抱えてお腹を使いながら腰のストレッチを行います。これがどういいのかというとお腹が出やすい人の多くは引っ込める力が弱い、骨盤が前傾してお腹が出てしまう姿勢、腰が硬くて骨盤が起き上がらないためお腹が出てしまう、この3つが原因にあるんです。食事をしてない時はお腹がへこんでいても食事をすると出てしまう、出てしまうお腹をさらに引っ込める力が弱いのでやはり出てしまうんです。そこを改善する腹筋メニュー一緒に頑張っていきましょう。まずはうつ伏せになりましょう。手をついて上体を反らします。鼠径部がね床から離れないように手の位置を合わせてください。これでキープです。まずは腰の筋肉が動くように伸びるようにまずは動かしていきます。腰がちょっと痛いよって人はちょっと腰を振ってみてください。ちょっと緩んできます。OK です。今度は仰向けです。腰を縮めたので今度は伸ばしていきます。両膝を抱えてキープしましょう。まずねこの膝を抱えた感覚、この骨盤の状態とお腹の状態、腰の状態が作れないと腹筋を効きませんから、この胸作りのね感覚をまず身につけましょう。足を伸ばしてもこの状態を作らなければいけません。 OK、 それではアブストレッチを行っていきます。ポイントは息を止めないようにだいたい5秒ぐらい息吐きます。やり方は起きて片足を抱えます。5秒吐いたら足をゆっくり入れ替える、これを5回で作っていきましょう。いきます、スタート。1、2、3、4、5、足入れ替えて1、2、3、4、5、足入れ替えて2、2、3、4、5、足入れ替えて2、2、3、4、5、その調子。3、2、3、4、5、背中効いてきたよ。3、2、3、4、5、背中へこんできたよ。4、2、3、4、5、いい感じにできてるよ。4、2、3、4、5、ありがとう。2、3、4、5、気合い入れて2、3、4、5、 OK、 息をねしっかり止めないように吐いたらお腹がしっかり、ね、引っ込んでくるので、これをあと2セット頑張って行いましょう。2回目いきましょう。あと1、2、3、4、5、2回目もっと効くよ。1、2、3、4、5、頑張っていこう。2、2、3、4、5、止めないようにね。2、2、3、4、5、足入れ替えて3、2、3、4、5、マイペースでいいよ。3、2、3、4、5、頑張っていこう。4、2、3、4、5、あと少し。4、2、3、4、5、ラスト。5、2、3、4、5、頑張って。5、2、3、4、5、 OK、 おー、効いてきてる効いてきてる。このお腹の奥の方がね熱くなってればちゃんとできてます。辛くなると息止めやすいんで注意してください。あともう1回です。頑張りましょう。いきましょう、スタート。1、2、3、4、5、2、3、4、5、2、2、3、4、5、2、2、3、4、5、
5分かい。ばっかりしたんでね、一回伸ばしてね、リセットしましょう。いやー伸びるー、くわー縮んだ腹筋がちぎれそう。うわーオッケー、くわーもう一回上向いて、両膝抱えて腰伸ばしましょう。できる人はね、ちょっとちっちゃくこういう感じで丸くなってみてください。腰がね、しっかり伸びて骨盤も起きますので、今日はね、長く吐いてください。お腹を引っ込めるためにはめちゃくちゃ効果的なメニューなんで、毎日1回動画を見ながら続けてみてください。1ヶ月もすればウエスト5センチ確実に引っ込みますんで、経過はコメント欄で毎日何月何日丸、そういった感じで使ってコメントで続けてみてください。頑張ってやった人はグッドボタンとコメントで教えてください。